アマーレ・スタウダマヤー、アマーレ・スタウダマヤー、アマル、イカーセアーズ・ストダメイヤー、1982年11月16日隊は、アメリカ合衆国フロリダ州レイクウェールズ出身の元バスケットボール選手、NBA のフェニックス・サンズなどで活躍、2016年7月に引退を宣言したものの、翌月イスラエルで現役を続行し、 2017年9月に正式に引退した。ポジションはパワーフォワード及びセンター。身長208センチメートル、体重109キログラム。愛称はスタッド。父親を12歳の時に亡くし、母親が刑務所を出入りしていたため、高校5回も転校する投資生活では苦労が絶えなかった。15歳から本格的にバスケットを始め、 高校でのバスケ部在籍はたったの2年間であったが、ナイキサマーリーグでは MVP を獲得し、オールアメリカに選出されるなど次第に名前が知られるようになった。NBA では大学で活躍してからドラフト指名される選手が多い。中で高校卒業後、メンフィス大学へ進学する予定だったが取りやめ、早く家計を助けたいとの思いから2002年の NBA ドラフト一巡9位でフェニックスサンズに指名を受け NBA 入りした。高卒ルーキーということもあり、全評判は高くなかったが、サマーリーグから才能の片鱗を見せ、1年目から71試合で先発13.5得点、8.8リバウンド、1.06ブロックをマークした。プロ入り小わずか31試合目のミネソタティンバーウルブズ戦。 2002年12月30日では38得点を記録。この活躍により、ドラフト1位のヨアキラを抑え、高卒選手としては、初となる、ルーキー・オブ・ザ・イヤー、新人王を受賞した。翌年、同じく高卒のレブロン・ジェームズも受賞。翌2003から零四シーズンは、怪我に苦しみ55試合の出場に留まった。チームも29勝53敗と大きく負け越し。 プレーオフ進出を逃す。2004年にはアテネオリンピックに米国代表として参加して、銅メダルを獲得した。2004から05シーズン、サンズにスティーブ・ナッシュが加わり、自身もチームも大躍進を遂げる。レギュラーシーズンを62勝20敗で終え、スタウダマイヤーは1試合平均26得点を上げる。オール NBA セカンドチームに選出され、控え。 フォワードとして、オールスターにも選出された。プレーオフでは、カンファレンスファイナルへ進出し、サンアントニオスパーズと対戦。1勝4敗で敗れるものの、スタウダマイヤーは、平均37得点を挙げ躍進した。2005年2月には、NBA オールスターゲームとスラムダンクコンテストに、出場、ナッシュとのコンビプレーを見せた。ボードから跳ね返ったボールをサッカーが得意なナッシュが、 ヘディングし、それを、アリウープで決めた。2005から06シーズンは、膝の故障のために、シーズンのほとんどを棒に振ってしまった。わずか3試合の出場に止まり、プレーオフも欠場した。彼の欠場にもかかわらず、サンズは、カンファレンスファイナルまで進出し、チームはより充実さを増した。スタウダマイヤーが復帰する2006から2007シーズン、サンズは、 優勝候補に挙げられるようになる。2006から2007シーズンは、事前の予想通りサンズは、快進撃を続け、リーグ2位の勝率でシーズンを終える。スタウダマイヤーは、ナッシュと共に、オール NBA ファーストチームに選出され、名実共に、リーグのトップセンターとなった。プレーオフでは1回戦早々にレギュラーシーズン1位の、勝率だった、ダラス・マーベリックスが敗退。 サンズの優勝する可能性が一気に高まった。カンファレンスセミファイナルのサンアントニオスパーズとの対戦でスタウダーマイヤーがブルース・ボーエンから危険なファウルを受けたことに対スパーズはダーティなチームと発言したことによりシリーズの雰囲気は殺伐としたものとなっていった。そして続く第4戦ナッシュがロバート・オーリーから体当たりに近いファウルを受け突き飛ばされた。これに対し ナッシュがオーリーに言い寄った際、ベンチに控えていたスタウダマイヤーとボリス・ディアウはとっさに席を立ちコートに足を踏み入れた。この行為が乱闘を助長するものとされ、一試合の出場停止処分を受ける事態となった。重要な第5戦をスタウダマイヤーの不在で落としたサンズはそのままシリーズ敗退となり、初のファイナル制覇の夢はついえることとなった。2010年オフ。 FA となり、ニューヨーク・ニックスと大型契約を締結。移籍1年目からチームのエースとして奮闘し弱小だったニックスをプレイオフに導く原動力となった。2015年2月15日、ニューヨーク・ニックスとバイアウトで合意し、解雇。その後2月18日に、ダラス・マーベリックスとシーズン終了までの契約を結んだ。2015年7月10日、 マイアミヒートと契約した。2016年7月26日、NBA からの引退を表明。かつて所属していたニューヨークニックスと1日契約を結び、2016から17シーズンに引退式を開催することが発表されたが、翌月1日にイスラエルのハッポエル・エルサレム BC と2年契約を結び、現役を続行することになった。同チームで、 数々のタイトルを獲得し、2017年9月2日に現役引退を表明。優秀の美を飾った。パワーと機動力を兼ね備えたプレイスタイルで得点を量産するスコアラー。特にインサイドではその身体能力を全面に押し出したスタイルが持ち味で、リーグでもトップクラスの得点力を誇る。抜群の跳躍力で自分より大きなセンタープレイヤーの上から、 強烈なスラムダンクを叩き込む様は圧巻である。一方でペリメーターシュートやフリースローも器用にこなすことができる。故障が多いのが最大の悩みのため、楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。